はい、こんにちは、丸です。今日はね、台所からお送りしてます。よろしくお願いします。東京地方ね、曇りですね。朝方はね、雨降っててね、非常に寒かったんですが、現在ね、ちょうど夕方ではないね、午後2時半ぐらいですね。まだ夕方までちょっと時間があるんですが、ちょっと肌寒いです。今曇りで、先ほどね、ちょっとね、一瞬お昼過ぎぐらいに晴れ間が出たりしたんですが、また曇ったりしてます。まあそんなわけでね、曇りの天気ですね。今日は、3月28日ですね、火曜日ですね、曇り空の火曜日です。はい、今日のテーマなんですけど、最近ね、体調悪い、うつがひどいっていうね、まあこんな話をします。はい、まあこの季節ね、あまり僕も体調良くなくて、うつっぽかったり、本当、具合が悪くなったりしてて、あまりいい感じではないです。で、まあいろいろね、まあ、季節の変わり目って全然ダメで、僕の場合ね、非常に体調が良くなかったりするんですけど、まあ何でしょうね、少しね、暖かくなってきてね、なんだろうな、季節がね、もうこうカラッとしてくるとね、全然僕の場合はね、体調上がってくるんですけど、まあだから、いろいろ世の中の変化っていうかな、季節の変化にあまりついていけないっていうのがな、まあまあ僕のね、現状ですね。まあそんなわけでね、まあ今日もね、ちょっとあんまり、活発に動くことができなくて、朝からやることがあったんですが、ちょっとね、動けなかったりすることがあったんですが、まあそんなわけでね、いろいろ大変だと、いうことです。で、まあ今だいぶ体調上がってきたんでね、少し、やることをやらないといけないんですが、まあそんなわけでね、これからね、またね、今日はね、ミシン来ましたね、箱が来ました。今ちょっと映せないんですが、これからちょっとね、開けて、でそれからまあいろいろあと必要な部品をちょっとね、後で購入しなきゃいけないなと思うんですが、まあそれだけですね。はい、そんなわけでね、まあこれで、明美さんのね、保育園の、準備がまたスタートできます。まあそんなわけで、まああとシーツ、ベッドカバーとかね、ベッドカバーじゃない、布団カバーとね、掛け布団と敷布団のカバー、作るだけになっているので、まあ比較的楽なのかなと思っていますが、これからどんどんやっていかないといけないんで大変です。はい、まあそんなわけでね、まあ僕はね、もう少しね、こう活発に動けるといいんですが、なかなかできなくてね。で、まあ本当ね、なんだろうな、フィリピンに、ね、住んでた時はね、まああんまりこういうこともなくてね、非常に元気だったんですが、やっぱり日本に帰ってくるとね、いろいろ、診療が多かったりとかね、いろいろ考えちゃったりしててね、なかなか動けないんですが、あとね、まあ人間関係とかであんまりね、うまくいかなかったりして、なんかね、人との関係っていうのは僕は結構ね、面倒くさくて、なるべくなんかね、うまく いくように考えると、なかなかうまくいかなかったりとかね、あと僕のね、まあいろいろこう問題が多いのかなと思います。だからまあ人に対してまあ自分を理解してもらおうっていうことがね、まあ無理なんで、まあそれはまあ諦めているんですが、相手をね、なんか、理解するようにね、することが大切なのかなって、僕はね、考えています。だからやっぱり、相手に自分のことを理解してもらうってことは非常に難しくて、多分ね、それを期待するってのはなかなか難しいのかなって、思っています。はい、すみません。ちょっと水を飲ませてください。今日はね、まあ今日はコーヒーじゃないんで、ブリタです。お水を飲みます。はい。よいしょ。これカセットもね、まあ時々っていうか、1ヶ月半に1回取り替えてるんですけど、いただきます。ブリタもね、あれなんですよ、純正じゃないカセットがあるんだけど、なんかね、あまり
評判が良くないんで、ちゃんとグリタン純正のカセットを買ってるんですよ。だいたいね、1年使ってカートリッジ取り替えて、1年でね、まあランニングコストって5000円ぐらいなんで、まあ安いかなと思いますね。はい、まああとね、髪の毛も切りたいんですよ。ちょっと長くなってしまったんで、だけどちょっとなんか、外にね、なかなか行ってることができなくて。あとね、もう、いろいろやることあって、なんか目の医者も行かないといけなくて、最近視力がものすごく落ちていてね、大変なんですけど、これからまたね、ちょっと出かけないといけません。だいぶなんか日が出てきましたね、少し。ちょっと外に出ようかなと思っています。まあ、そんなわけで、いろいろ、やることが山積していて、また夜になるとね、自分の方の作業をまたしないといけないんで、いっぱいやることが溜まってます。で、昨日ね、動画一応一本撮影しているんですが、昨日の月曜日の段階で出せてないので、ちょっとそれの編集はしてるんですが、書き出しをしてなくて、それをちょっとね、ちゃんとやらないといけないなと思っています。まあまあ、いろいろ本当めんどくさいんですが、まあまあ、あれやっていかないといけませんね。あとまあ、これからね、日が長くなってくるじゃない。もうこれからね、気温も上がってきて、季節柄ね、いい季節になってくると思うので、そしていろいろね、活発に動けるようになってくるのかな、なんて、ね、思ったりしていますが、まあちょっとね、自分の体調とね、いろいろ相談しながらいろいろ頑張っていかないといけないのかな、まあ頑張りすぎるのもあまり良くないのかなと思います。まあ、自分のところでね、しっかりね、ケアしてね、やっていきたいと思います。まあ今日はね、これからちょっと髪の毛切ります。で、明日、明後日、明日はまあ水曜日なんで、ちょっとね、今週中に目の、医者にね、行っていきたいと思うんですが、ちょっと視力が落ちていて、あとなんかね、なんだろう、眼底検査するの？あとなんかね、なんか目薬をさして瞳孔を開くようにしますとかなんとかって言ってんで、その検査何かするのかな？僕ちょっとね、それをね、詳しく、電話でね、確認したんですが、詳しくね、よくわかってないんで、どういうふうにするのかね。その辺もわかんないんですが、まあそんなわけで、ちょっとねやっていきたいと思いますけどね、あとまあ出かけた来月もねちょっとまた山梨の方に行かないといけないんですが、まあ、それもちょっとねキャンセルをしてしようかなと思ってます。まあちょっとあんまりそんなに活動できなくなってしまってるので、大変です。大変ですとか、まああまり、まあ個人的なことなんでね、まあそれはそれでまあしょうがないですね。はい、あまり無理しないでね、これからちょっとね、やっていきたいなと思っています。まあ、なんだろうな、まあ人間関係って結構難しいし、まあだからあまり人に対してね、何か期待をするっていうことを、僕もしたりするんだけど、まあ人に期待するっていうことはあまり良くないのかな。ね、そんな風にね、時々感じています。だから自分自身をね、こう、しっかり見つめてね、やっていかないと、ダメかなと思っていますがね、少し、リラックスしてね、無理をしないようにやっていかないと、ね、いけないのかなと思っています。まあそんなわけで今日はね、ちょっと体調あんまり良くないということでね、お話をさせていただきました。まあ暖かくなってきたらね、またちょっと外に本当に、ね、出たいなと、もうちょっと活動できるようにね、したいなと考えています。はい、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。はい、さよなら、バイバイ。はい、このチャンネルでは、ね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう、接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。はい